押し込みを途中でやめて、あ、ぼちぼち近づいてきたからってシュートを打っちゃうから、相手にですね、手を合わされてました。はい、こんにちは、中川です。今回はですね、ゴール下の、ブロックを回避するためのちょっとした一工夫ですね、ちょっと実践的なテクニックになるんですが、これをご紹介したいと思います。で、このノウハウをお伝えする前に、よく、今回のケースで言うとこの黒い T シャツの彼に怒っていたのが、まあ、ちょっと自分よりサイズがある選手に対してですね、まあ、ここでもらいますと。で、そこから攻め込んだんですが、最後のシュートリリースで手を合わされてブロックショットを受けてしまうっていう、こういった、問題がありました。で、この彼にちょっとアドバイスしたのがですね、ちょっとその時のアドバイスをそのままお伝えするんですが、結構ですね、クイックネスがあるのでジャブからのこのアタック、ここで結構いい感じで相手を押し込めてるんですね。なのに押し込みを途中でやめて、あ、ぼちぼち近づいてきたからってシュートを打っちゃうから相手にですね、手を合わされてました。で、何をしたらいいかっていうことをお伝えしたのが、この押し込みのドリブルをもっと深いところまでしてごらんと。するともうディフェンスはリングのあちら側にいるので、これ上に飛べばこのままノーマークのエリアでシュートが打てるんですね。なので体でしっかりぶつけて相手のブロックショットできないシュートリリースポイントを作ったらいいよってお話をしました。これをちょっとですね、彼にライブでやっていただきます。お願いします。鋭く攻める、押し込む、押し込む、そうですね、グッドです。ご覧いただけましたでしょうか。今のような形ですね、本当にもうこれはもう急にスキルがついたっていうよりは知恵ですね、知恵。ディフェンスっていうのは完全に正対して受け止めていなければ、ガリガリ押し込んでいってもこちらのオフェンスチャージングになることはないんですね。なのでただリングになんかぼちぼち近づいたからアタック動作をやめてそろそろ打とうかみたいなことをやるからブロックショットになってました。もう一歩ですね、深く押し込んで体でボールを守りながら相手のブロックが届きづらいところから、このようにシュートを打てばですね、ちょっとしたサイズの差もなんとかフォローできますので、ぜひですね、同じような問題でお困りの、ビッグマンのあなた、この、駆け引きをですね、実践されてみてください。はい、今回はですね、ゴール下回りの実践的シュートフィニッシュの駆け引き、これをご紹介しました。で、これとはまた別のですね、今度は外回りのプレイヤーが1対1のドリブルで相手を出し抜いていくための、実践的な4つのワンワンテクニック、これを今プレゼント、させていただいております。で、このプレゼント動画がもう日本全国3万人近くの方にご覧いただきまして、もうかなり試合でうまくいったということで、大変好評いただいております。ぜひですね、このプレゼントあなたにもゲットしてほしいんですが、この動画の概要欄、説明欄からですね、登録フォームがございまして、そこからゲットできるようになっておりますので、ぜひご登録いただいて、あなたの大切なゲームでお役立てください。それでは今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。